パンツァーファウストさん、パンツァーファウストさん、は、ドイツの射精の携帯対戦車兵器で、ロケットブースター付き弾頭使用の無反動砲の一種で、ある。名称は、第二次世界大戦中のドイツのパンツァーファウストによし来る。ドイツ連邦陸軍で採用されているだけでなく、スイス陸軍では、PZF-84、日本の陸上自衛隊では 110mm 個人携帯対戦車弾、ラム、 イコールライト、ウエイトアンチタンクムニチオンの名称で採用している。弾頭が装填された発射チューブは使い捨て式。ソ連が独自に発展させた RPG-7 のようにロケットブースター付き弾頭を用い、射撃姿勢もこちらに近い。使用弾頭はドイツのの PZF3 である。ドイツなど一部の国では後継装備のマタドールによる更新が始まっている。 1960年代半ばから使用されていた PZ 界 -44、パンツァーファウスト44とカールグスタフ無反動砲の後継として1970年代より車が開発を始め1992年より部隊配備された訓練不十分な兵士でも扱えるよう単純な操作法を目指した設計が行われている発射時の反動を相殺するため 後方へ、カウンターマスと呼ばれる重量物を打ち出す、デービス式無反動法である。この方式は、発射エネルギーと同等の爆風を後方に放つことで、反動を相殺する、クル、式や、クロムスキット式に比べて、後方爆風が少ない。カウンターマスは、金属庫で、発射後は拡散し遠方に飛ばないため後方の味方に、危険を及ぼしにくく。 後方20メートルの離角距離を設ければ、室内や兵所からの発射も可能。発射された弾頭は、直後に安定翼が展開して、ロケットモーターに転化、加速しながら飛翔する。弾頭と発射チューブで構成された弾薬部と照準メガネが一体化されたグリップ部に,に分割されている。発射の際には、電気接点保護カバーを外して、グリップ部を組み付ける。 弾薬部は使い捨てで、グリップ部は回収しての再使用が前提となっている。弾頭には、成形作薬弾を利用した対戦車榴弾のほか、爆発反応装甲に対応できる二重弾頭のタンデムヒート弾、トーチカのような、堅牢な固定目標を破壊するためのバンカーファウスト、バンチャーフート DM32、照明弾、訓練用の縮み遮弾や演習弾なども用意、されている。 対戦車流弾は弾頭先端のプローブと呼ばれる新艦を伸長させてから使用するが、新艦を縮めたまま発射すると流弾として使用可能。プローブには通常ゴム製の保護カバーが付属。発射は衝撃来艦式。グリップ部はどの弾頭とも共用でき、暗視ュン具やテレビモニターを利用したリモコン式の発射課題、センサーを用いた自動発射課題などもある。 ダイナリンッジと呼ばれるレーザー距離計と弾道計算機を組み合わせた電子式小準具がダイナマイトノーベル社で開発され有効射程が延長された。グリップ部、クリフィスタックのフレームはアルミニウム一体成形で前後の折りたたみ式グリップ、同じく折りたたみ式の片当て部、小準器から構成される。小順器は特徴的な形状の高質ウレタン重視で 保護されている。後部グリップには内部に、その動作に連動した撃鉄が2本あり、引き起こすことで2本の撃鉄が起き上がり発射体制が最終的に整う。射撃時に不発が起こった場合には、後部グリップを一旦折りたたんで引き起こし、再度撃発する。取り外しの際には前日の工程を逆に行うが、全部グリップは、ストッパー機構がなく弾薬チューブから外した後に、 折りたたむので要注意。この際、後部グリップを折りたたむことにより強制的に、安全装置レバーは安全位置に復帰する。標準機器部には、各種アクセサリー用の20ミリレールがある。ダイナリンチは、これと標準機固定部分を利用して取り付けられる。機構上後部グリップは垂直で各種ライフルとは、相似しない。H&K 社の刻印はフレームになされている。 製造番号は弾薬中部電気接点部に刻印され、グリップ部には見られない。構造上、重心が前方に偏っており、弾頭発射時の重量変化による動揺などを抑えるために、地面や壁で体を支えての射撃が推奨されている。全部グリップは少し長く設計されており、射撃の際に一脚化として利用できる。戦闘共犯で、 委託なしの射撃を非常用とする採用国もある。陸上自衛隊でも配備が進められており、IHI アロスペース、旧日産自動車宇宙航空部門がライセンス生産している。標準モデルの対戦車榴弾のほか、訓練用の縮み車弾、演習弾を配備しており、小準部は通常の光学式のみを装備している。演習用に外観と重量が本物と同一の ハンドリング模擬弾セットもある。生産メーカー及びその価格から、空飛ぶ日産マーチといった隊員間の通称も存在していた。当初は広報支援部隊の自衛火記として採用された経緯があったが、実際の運用は普通か、施設下部隊への配備が優先的に行われていた。部隊に支給されるセットの中には、 小純具に取り付けるプラスチック製のシールドと左手を保護するための革手袋が同梱されている。これは未燃焼の推進剤から手を守るための訓練用資材で実戦で必須とされるものではない。射撃装置は繰り返し使用するが使い捨てのため火器ではなく弾薬に分類されており身につける装備品に数えないため実戦において発射後のチューブは 空や今としてその場で投棄できる。一個小銃班に一本が装備され、運用を担当する小銃手は、ラム種や敵弾種と呼ばれ、陸装、主に三層もしくは、班、分隊内の専人師長が担当する。前述通り弾薬に相当するためラム種は、小銃も装備し、84mm、無反動方法種と同等の高重量装備となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。